速報です。女優の高島礼子さんの夫で元俳優の高知昇容疑者が覚醒剤と大麻を所持していたとして現行犯で逮捕されたということです。厚生労働省麻薬取締部によりますと、高知昇容疑者は今日午前、横浜市内のホテルで覚醒剤と大麻を所持していたとして現行犯逮捕されました。ホテルに一緒にいたホステスの女も逮捕されていて、高知容疑者は2人で使うために持っていたと容疑を認めていて、使用についても認めているということです。繰り返します。女優の高島礼子さんの夫で元俳優の高知昇容疑者が覚醒剤と大麻を所持していたとして現行犯で逮捕されました。高知容疑者は今日午前、横浜市内のホテルで覚醒剤と大麻を所持していたとして現行犯逮捕されました。ホテルに一緒にいたホステスの女も逮捕されていて、高知容疑者は2人で使うために持っていたと容疑を認めていて、使用についても認めているということです。